東京都内に行った時のこと。寄る予定はなかったのだが、新しく改装オープンした昆虫ショップに行き、とあるクワガタに一目惚れをしたのであった。はい、ということでね、そんな感じで、実はもともと育てたくて買ってしまいました。すごいキラキラー、ローゼンベルグ黄金鬼クワガタです。サイズは71ミリあるんですけど、顎がね長くて、まあかなり大きい方かなっていう感じなんですけれども、観覧セットの方を組んでいまして、それが結構ボロボロなんですけど、果たしてちゃんと幼虫か卵かがいるのかということで、本日は割り出しの方をしていこうと思います。はい、こちらなんですけど、ハイパー冷死剤の方を使って組んでみました。こう見える通り、相当削りカスと、あと、まあ、穴を相当開けてあるのが、1、2、3箇所かな、あるんですけど、まあ、相当な削りカスなので、こんな感じ。だいたい10日ぐらいですかね、組んで。どの程度取れるかわかんないんですけれども、やっていきたいと思います。で、この削りカスは、一応取っときます。はい、まだね菌糸詰めてないので、まあ菌糸のブロックはあるんですけれども、この削りカスの上で、卵だったらこの上に置いて孵化まで待とうと思います。とりあえずここからもう相当な塊とか怪しいですよね。ないね。ないの。ないかもしれない。今落ちてないっすね。ないね。あった。落ちた。ありました。ちょっと落ちたよ。はい、ありました。一つ。一個見つけたんで、この小鹿の上に置こうと思います。はい。お、あった。見えるかな？ここにあります。下もう一個こういうとことかね、すごくいそうなんだけどな。ゲット。
あった。的中しましたね。産んでんじゃん、結構。た。いるかね。端っこに産んでる気がする。真ん中とかじゃなくて、すごい端っこですね。材の散乱してる傾向が強い気がします。こういうとこも意外といそうに見えるけど、いなかったりするんだよな。落ちてた。はい、ありました。お、いたじゃん、ここにもう一個。落ちてる確率が多い。あ、金に巻かれそうですね、これね。はい、もう一個見つけました。おお、よかった。これは卵が、卵がね、これ見えるかな。これちょっと腐ってますね。腐ってたんだ。産んでたけど腐ってました。残念だね。それは有精卵じゃなかったのかな。それとも気にしに負けちゃった可能性はありますね。おい、あ、これもだ。産んでるけど、これ菌糸かなんかで腐っちゃってる。あ、あったあった。ありました、ここ。あ、ここにもある。ここにもありました。ありましたね、ここにも。もうかなり産んでる、かなり産んでるぞ。あ、あったあった、ここにも落ちてる。うん、落ちてた、落ちた。あったあった、ありました。これはなさそうです。はい、多分ないです。この芯にはもうなさそう。一応取っとくけど、もうちょっと念入りにこの小の中見ていこうと思います。はい、ということで本日はローゼンベルグ黄金にクワガタの割り出しをしていきました。で、今回使用した材は、最初の方でもお伝えしたんですけれども、ハイパー冷紙材の方を使っていきました。温度管理の方がだいたい24度ぐらいの、温室管理でサナセと組んでいったんですけれども、私の期待以上に卵が取れた気がします。こちらですね。濡れたね、ティッシュとかの上で管理する方もいると思うんですけど、毎日チェックしてないと大変なので、一応私は今回はローゼンちゃんが削った尾羽の上に、卵を置いて孵化まで待ちたいと思います。実際これは14個取れたんですけど、16ってことになるのかな。
約10日間のセットで16個っていうのは結構優秀じゃないかなと思います。はい、ローゼンちゃんお食事中ですけれども、メスもう一回サラーセット組んでいます。メスのサイズがですね、51ミリでして、実はこれは別々に購入しました。オス単体、メス単体で購入したものなので、これは YD ですね。オスメス YD なので、類代したら WF1 ということになるのかな。うん、やっぱかっこいいですよね。ということで、本日もご視聴いただきありがとうございました。バイチャ。新しい一歩踏み出すため、僕は星になった。